はい、今ね、ちょっと休憩回してます。今、島袋がめちゃくちゃ体調悪い、そう、悪そうなんですよ。でも普通に悪い、やばい、なんか、吐き気と頭痛が結構あるらしくて、今にもさっきとかも普通に動画回すとか迷ったんですけど、まあとりあえずなんか、まあ島袋も、まあ、ちょっと回してとかいう感じなんで、一応回したんですけど、なんかさっきも普通に車運転してて、自分が気持ち悪そうで、気持ち悪くて車止めてって何回も言って、まあでも今週吐くの嫌いそうなんで、ちょっと吐くのはしないんですけど、めちゃくちゃ吐きがやばいらしいですね。今一応今でかい病院も向かってます、車で。はい、結構やばい、まあまあで、普通に今急いで結構向かってます、病院、でかい病院で。なんか石川県ってね、結構ね、近代付属とかそこら辺あるんですけど、そことかね、紹介でね行かないといけないんで、紹介とかないんで、もうそのままちょっとでかい病院、少しだけでかい病院向かってます。今体調悪いそうなんです。なんかあんまり喋れないみたいな、さっき今ちょっと喋れたんですけど、頑張って、今はちょっと結構きつそうなんで、まあ動画回してます。回そうか迷ったけど回してます、一応回していいよね。はい、ってことでね、とりあえず15分ぐらいで病院着くんで、ちょっとそこまで飛ばします。病院着きました。もう普通に今日は僕カメラ回します。なんか結構やばいらしいんで、今普通僕の運転で急いでこの病院に来ました。結構でかい病院に来ましたね。まあ島袋結構やばそうなんで、とりあえず緊急の受付のとこ行って何か調べてもらいます。歩ける？じゃあとりあえず行きましょう。やばい、やばいっすよ。結構普通に動画回っとっても結構きつい。胃がおかしいっすよ。歩けるは歩ける、歩きます。そうなんだ。ただ、うん、外出た瞬間一気に吐き気が吹きます。ガチ？マジ？吐き気？主に吐き気？頭痛と？頭痛もありますし、うん、吐き気重点的にですね。とりあえずね、時間外の入り口に緊急で行きますね。はい、じゃあ。熱測ってもらっていいですか？吐き気はって吐いたりはないんですかね？はないんですけど、うん、なんか吐きそうな感じがあったりなかったりずっと繰り返しちゃって、うん、と頭が痛いんですかね？そうっすね。お腹痛いとかはないですか？ないんですけど、なんかちょっと胃袋がぐるぐる言うてるような感じが、うん、あー、胃張ってる感じあります？って言われたらちょっとわかんないですね。じゃあ痛みはないんですね。そうっすね。下痢とかもないですか？ないっすね。今一番ひどいの吐き気ですか？まあどちらかと言われたらそっちですね。頭痛いのよりも、そうです、痛いのは痛いんですけど、うんうん、そしたら中野待合室でお待ちいただいていいですか？はい。今日どうされましたかね？一応自分の中で心当たりあるのが、はい、あのミルクティーとグミをなんか組み合わせて食べると絶対なんか、はいはい、気持ち悪い感じあるんですね。で今回普通にあのタピオカミルクティーを飲んだんです、はい、そっからずっと吐き気が、そういうのってなんかアレルギーとかあったりするのかなと思って、まあ、その上に自分アイコスも吸ってしまって、はい、余計にひどくなったのかなっていう感じですね。でそっから、吐き気とか頭痛ってひどくなったり和らいだりありましたかね？の繰り返しばっかりですね。なんかしたらひどくなるとか、なんかしたら楽になるとか、そういうことありますかね？特にそこはないですかね。今もだいぶしんどいですかね？今結構吐き気は落ち着いたんですけど、頭痛の方が今ちょっときました。頭痛ありますかね？最近疲れてたとかそういうことってありますかね？ここ最近は多忙やったかなと思ったんですけど、光とか音でひどくなるってことはありますかね？そこはあんまり感じなかったですね。ちょっと皮膚見してもらいますね。この辺に湿疹とかはないですね。ちょっと胸の音聞きますね。楽にしててくださいね。心臓の音聞きますね。はい、大丈夫ですよ。じゃあちょっと、メガネ外していただいてもいいですか？はい。ちょっと光当てますよ。はい。まっすぐ見て、ここ見ててくださいね。はい、ちょっと立ってもらっていいですかね。とかかと合わせて、つま先まで合わせて、で目つぶってください。はい。はい、大丈夫ですよ。座ってくださいね。はい。今、目の相談してたんですけど、はい、脳出血とかそういうような怖いような症状はなさそうで、はい、アレルギーってことやったんですけど、今現在そういうのはなさそうなので大丈夫かなと思います、はい、ミルクティーとグミ食べると吐く
こと多かったっていうことなので、組み合わせはアレルギーなのか、なんか良くないことって何回あるとかあると脳が記憶しちゃうんですね、勝手に。何回か同じことあると脳が勝手に記憶しちゃって、その症状出るっていうこともあるんですね。なのでそれなのかアレルギーなのかは分かりやすい症状がないので分からないんですけど、その組み合わせが良くないこと続いている以上控えた方がいいかもしれないですね。頭痛あるってことやったんで、痛み止めの薬出そうと思うんですが、はい、いいですかね。あ、分かりました。一応今明らかに出血あるとかそういうことはないと思うんですけど、例えば麻痺が出てきたとか喋りにくいとか、あとは頭痛がもっとひどくなった時病院すぐ受診するように、あと片頭痛、中学生くらいの時に言われたってことやったんですけど、やっぱりその症状から今片頭痛はあると思うので、はい、頭痛の時はお薬飲むように、で、またひどくなるようでしたら近くの脳神経外科か神経内科さんの方に行ったらいいかなと思います。わかりました。何か質問。診察終わりました、はい、結果としては片頭痛らしいです。あ、そうなの。そうなんですよ。一応薬もらってんの。頓服使い方飲み方、いや、なんかそれでミルクティーとその組み合わせを一応それも言ったら、そういうことがたまたま続いて脳が記憶してるんじゃないかって。 あ、そうなんや、うん、俗に言うプラシーボ効果ってやつですかね。あ、そうあるんや、やっぱり。アイコスも言ったの。アイコスも言ったら、アイコスはもう肺なんで関係ないですよ。そうですか。でもよかったよ、まだ大事に至らなくてよかったです。まあ、こうやってちっちゃく済んだんで、まあでも大事にならなくてよかったです。いや、本当にこれでノロとかやったら死んでました。マジでもう動画が休止戦なんからね。本当にそうっすよ。まあ、まあ結果的には良かったですけど、動画的には残念ですね。結構複雑な気持ちであります。くれぐれも病気とかそういうのは本当に気をつけて、すぐ何かあったら病院に行くように、こういうことあっても本当にね、別にね、病院行くことになるもんね、悪くはないからね。そうですよね、本当に全然頼ってください、うん、それがもう病院の役目なんで。そう、皆さん健康に気をつけてお願いしますね。じゃあ僕らの病院動画終わりです。はい、これで終わりです。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。